全国のポケモントレーナーの諸君、元気にしておるかな。わしの名前はおーきどじゃ。ということで今回はこちらリザードを使ってポケモンバトルやっていこうというふうに思うぞ。努力値が攻撃と素早さに252のぶっぱじゃな。はい、その通り、物理型リザードンです。技がフレアドライブ地震ドラゴンクロー竜の舞ということで、まあ竜の舞は皆さんご存知だと思うんですが、攻撃と素早さが1段階上昇します。本当はね、ソードシールドとかであれば腹太鼓してダイジェット積んで、あの攻撃最大上昇からのダイジェットでどんどん素早さを上げて全抜きとかもできるんじゃが、まあこのね BDSP 当然ダイマックスはございません。さらにアクロバットとかいうね、あの飛行技もないのですごい弱いんですよ、物理型がね。うん、でもまあちょっとロマンはあるかなと思って竜の舞型で育成しました。ドラゴンクローに関しては本当は激鱗の方がいいんだけど、でも激鱗ね、2ターン自在に動けないっていうのがそもそもきついと。なのでまあドラゴンタイプに打ちたい、それのためだけにドラゴンクローにしました。はい。で、持ち物が達人の帯です。命の玉でもいいかなって思ったんじゃが、まあドラゴンクローを使って抜群でドラゴンタイプにね大ダメージを与えるって意味では、まあ命の玉でなくても達人の帯でいいかなって思って達人の帯を持たせております。一応環境にいる炎タイプのバシャーモに関しては、あいつ大体守るフレアドライブインファイトトンボ返りなので、リザードンに対して弱点つける技がないので、そういう環境のポケモン、ハッサムであったりとかバシャーモであったりとか、あとリュウマイすればラティオスも抜けるんで、そこら辺のポケモンにまあ強く出れるんじゃないかなと期待して、今回はポケモンバトルやっていこうというふうに思うぞ。早速バトルやっていこう。ピッピカチューマッチングいたしました。相手がバシャーモゴローニャ、ハッサムユクシールカリオ、そしてバンギラスということでよろしく頼むぞ。どうしよっかな。バンギラスきついな。ステルスロック巻かれたらもう全てがおじゃんになってしまうんですけど、まあドラピオンで、まあゴローニャとバンギラスがステルスロックを巻いてくる可能性のことも考慮してエーフィーを選んでラストリザード、悪くはないよね。ただ本当はトリトドン連れて行きたいんだよな。いや、トリトドンの方が欲しいかな、エーフィーより。トリトドン連れて行きます。よろしく頼むぞ。さあ、お相手先発バンギラスということで、わしはドラピオンを繰り出していく。相手自信打てるんだけど、一応先発バンギラスっていうのがまあ普通にステルスロック巻いてくる可能性があって怖いので、まあ挑発からいきます。多分抜けてるとは思うんで、挑発上から打ってしまえば、まあ自信は痛いと思うけどなんぼかましだね。冷凍ビーム、あ、特殊型か。まあ特殊型であれば問題なしと。一応ドクドク打ちますか。ルカリオに下げるのはやめてな。ルカリオだけはやめてくれな。頼むぞ。さあ、バンギラス引っ込めて、やるカリオ来そうだな。ゴローニャならばよし。でドクドクぶちかまして、相手何してくるか分かんないんだよね。だからこれ一旦、いやでも自信打ちに来てる気すんだよな、ゴローニャな。さすがに自信打ちに来てるよな。で挑発分かってるから多分殴ると思うので守る打ちます。ステルスロックはやめてください。うわ、最悪マジで。なんで挑発見てステルスロック負けるの、意味が分かんないんだけど。意味が分かんなすぎる、本当に。何なんだそのムーブは。裏の裏を書かれた件について、しょうもないんじゃな。もう叩き落とすでぶっ殺そう。マジムカついた。頭きた、ほんとダン効かねえ。イバンの実か。当然ドラピオンは耐えられるわけもなくと。岩2体がきついね、普通に。岩2体なのきつすぎるわ。岩技持ってると思うんだよな。
だからトリトドンから行くのが丸いんだけど、トリトドンっていうかトリトドンがかなりの広い範囲で相手をぐちゃらせられるから、トリトドンでいいと思うんだよな。リザードン無理して出す必要ってあんまないよね。逆に言うとここリザードン出さないとマジで何もできないで終わりそうだから、もうリザードン出しちゃおう。もうリザードン出さねえと何もできないで本当に終わりそう。もう HP 半分なんだよな。ステルスロック、はい、自信打ちます。 OKOKOK。 さあこれでゴローニャを突破して物理型ですよとアピールし、散らかしていく。でちょうど砂嵐が収まるので、バンギラス出てきた場合でも一応こっち達人の帯持ってるから弱点の技のダメージが上がっているので、ワンチャンいい削りをしてくれるに違いないと思っております。それ以外のポケモンはわからん。いや本当はね、龍舞して華麗にぶち抜かすみたいなことやりたかったんだけどな。相手守るかな、ここ守って抜いて殴ってくる。読みで龍舞打ちます。よし決まった。アイリュウの舞なんだよな。来た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 。はい、完全に読み勝ちました。相手が気合の足しきだった場合は止まっちゃうんだけど、まあ自信でいけるでしょう。二連見切りとかやってきたらマジでもうコントローラー分解しちゃうかもしんない。コッパみじんにな。さあリザードンの地震攻撃、バシアムは当然ワンパンということで、まあ炎技と飛行技を打たないリザードン、そんなリザードンがあってもわしはいいと思います。さあバンギラス砂起こししてゆき。いいね、リザードン、このね物理型竜の舞リザードンの理想的ムーブができたな。地震打ちます。はい、地震ピッピカチュー。おっと、バンギラス耐えてくる。10万ボルト、なるほど。さすがにこれはリザードンも耐えられずと。まあでもここまで削ってくれたら、もう相手直後上がってようが何しようがトリトドンがいるんで、まあトリトドンでね、ネットをぶちかまして、わしの勝ちと。当然だよな。悪の波動でひるませないと勝てない。そんな薄い勝ち筋。通るわけないんじゃよな。はい、対戦ありがとうございましたじゃぞ、ピッピガチ。マッチングいたしました。相手がマニューラボスゴドリング、マリルリゴーカザル、ドラピオン、そしてグライオンということでよろしく頼むぞ。一応ね、怖いのがボスゴドラなんです。だからマンムーを先発出していって、で時点でリザードンじゃな。でラスト1体に関してはまあ正直グライオンきついっすよね。トリトドンでいくか。トリトドン意外と悪くないよな。トドンでいきます。はい、お願いします。さあ、お相手先発ドラピオンを繰り出してくる。わしはマンムーをがっちゃりと投げていき、こんなのはもう自信をぶち込みます。で、実は、このマンムーってポケモン取っとかないと、ボスゴドラにぐちゃぐちゃにされる可能性があるんで、そこだけ注意じゃな。いやー、相手ここで守るんだ。なるほど。だったらステルスロック巻いちゃってもいいと思うけどな。多分ドラピオン引いてくるとは思うんで、ステルスロック巻こっか。さすがに挑発打ってこないじゃろ。本当は守る。いやでも読めないよ、守る。いきなり守るわ。しかもなんか突っ張ってるし耳がわかんない。タイプ相性ご存知でない、もしかして。最悪なんだけど、本当に意味がわからん。マンムーは取っとかないといけないけど、多分ドラピオンの畑落とすぐらいなら耐えるから、もう自信打とう。ここは最悪、本当に今日噛み合わない展開が多いわ。全く試合展開が噛み合わない。さあ自信打ち放って半分と、まあ畑落とすだよね。言うてそこまで効かないので、相手ここ守るかな多分。守って
次の地震守られてその次の毒でやられちゃうのが一番しょうもないから、ここリザードンに引きます。でリザードンで地震を打ってドラピオンを倒せたらいいねって感じだね。うん、さあここはもう地震を打ちましょう。ただ相手ここ守るでいいからな、普通に。だったら竜舞押せよっていう。だよな、竜舞押せばよかったんだよ、普通に。ただ地震を連打します、当然のように。まあ倒せるよね、これでいいや。本当は竜舞できてたら理想だったけど、まあ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 、ちょっと今日読みがね浅い、浅すぎ問題。全く相手の手の内を読めていない、よくないな。さあボスゴドラが当然のように出てくる。多分メタルバーストとかだと思うんだよ。でも相手の HP 削れてるから地震で倒せると思うんだよね。ストーンエッジ違う、モロハの頭突きを採用してるパターンがあって、まあでも地震打ちます、ここは。うん、こらえる。あー、なるほどなるほど。なんで自分でさ、最近さ使ったばっかりなのにさ忘れちゃうの、本当に良くないと思いますよ。良くないことですよ。リザードンは最悪切ってもっていうか、相手ここモロハの頭突き打ってくるかな。打った場合リザードンが死んで終わりなんだけど、リザードンワンチャン取っておけなくもない。マリルリここで出てこなかったっていうことはマリルリいない説あるから、ラストマニューラとかなのかな。トリトドン切ろう、これは。うん、モロハの頭突きの可能性がある。まあガムシャラ打ってくる可能性もあるけど、さあトリトドン、ガムシャラだよな。うん、まあ全然 OK、 全然 OK。 なんなら木の実で回復するし。アドアド、むしろアドなんだよな。ネット打ちます。で相手草技打てるポケモンがいないので、まあトリトドン突破はきついんじゃないかな。さあ相手連続でガムシャラ打ってくるが HP27 で止まると、さあラストのポケモン次第じゃな。ゴーカザル、ゴーカザルは、いやでも雷パンチ持ってる可能性あるから確定で勝ちとは言えないんだよね。一応自己再生打ちます。インファイト、オッケーオッケー。全然雷パンチがあるからな。リザーのドンでいきます。雷パンチ持ってたら負けなんだけど、どうでしょうか。持ってなかったらわしの勝ち。インファイトオッケー、勝った、ありがとうございます。いやちょっと読みが浅すぎる、今回はちょっと反省の試合だったな。まあでもリザードンはちゃんと活躍したんで結果オーライでしょう。もう少し頑張りたいね。お、いいじゃんいいじゃん、こういう相手を持っていたんだよ。先発マンムーでいきます。はい。でギャラドスが出てくるとすげえ嫌な感じになっちゃうんだけど、まあでもわしはリザードを出したい。んで、あと1体が結局そのステルスロックを巻かれると一気にきつくなるから、まあエーフィーなのかなって思います。もうちょっとねドラピオンとか出してもいいんだけど、まあゲンガーとラティオスの前ではドラピオン多分普通にボコられる気がするから、エーフィーの方がマシかな。お願いします。さあ相手先発ゲンガーを繰り出してくる。オッケーオッケー。であれば、もうマンムーで、ばっきりと自信を打ち放ってあげましょう。お願いします。さあお相手はエナジーボールということは10万ボルトは持っていないということでございまして、気合のたすきがゲンガーが持っている。呪われボディで自信を封じ込められてしまって、まあ一番安牌はつぶてなんだけど、つぶてですかね言うて。じゃあゲンガー引っ込めて出してくるのはハッサムかな。うん、ハッサムだね。でハッサムとかいうポケモンはきついっちゃきついけど、結局今回の主人公ポケモンリザードンがマジでぶち刺さってるんで、リザードン出して、で相手多分バレパンで仕留めようとするはず。
おっと、賢米ですか。でもリザードンをワンパン圏内に入れることはできないと。であればフレアドライブで OK かな。さあハッサム引っ込めて、バンギラスがいると。なるほど、砂起こし。はあ、まあそうじゃな、こっち物理型なんでワンチャン地震でバンギラス飛ばせる可能性もあるっちゃあるんだけど、本来であれば食べ残しだろ。多分地震じゃ突破できないので、ここエフィに引きます。でここを引くのを読んで、相手ステルスロック巻いてくるようなもんだったらエフィで跳ね返せるんで、全然ワンチャンあるね。さあ相手はイワナダレ、ギリチョンで耐え散らかして、いや多分引っ込めてくるんだよな、またハッサムに。多分またハッサムに引っ込めてくるんだけど、まあそれでもマジカルシャイン打つしかない。おっと相手は突っ張っている。ここまで削れたら地震で突破できるんじゃないかなって思うんだけど、どうだろう。ただゲンガーが重いから、できればここマンムーで突破しておきたいんだよね。マンムー出します。でマンムーでバンギラスに地震を打ちに行こう。ハッサムが出てきたら、またリザードンに直撃して、でまあ相手トンボ返り打ってくる可能性あるけど、まあそん時はそん時だな。ハッサムここ何していくかな。多分トンボ返りだと思うんだよな。そっからゲンガー、違う、バンギラスに引いてみたいな感じだと思うんで、いやここも地震打つわ。いやー多分相手泥棒、いやでもこれワンチャンあるな。相手トンボ返り持ってないの。え、じゃあ普通にワンチャンあるんだけど、これ、え、全然ワンチャンある。やばい、来た、これかなり熱い展開来てる。リュウマイ打ちます。さあリザードンはリュウマイじゃ。サンタデコース来たよ、整った。泥棒、いやもうそんなのくれてやるね。あ、てか盗まれてない、もしかして。あ、盗まれてねえわ。であればもうここはもう地震の一環あるんで、地震を打ち放っていく。てか全然炎技打たないな、わし。なんか地震しか打ってなくない、このリザードン。なんか海流でよくない。いやでもフレアドライブが刺せる場面もちゃんとあるはずなのに、やっぱ地震な、地面技の通りが良すぎるんだよな、やっぱり。いやこれゲンガーもう抜けないよ、悪いけど。地震で。オッケー、はい、サンタでコース乗りました。いやマジでごめん、あのリザードンじゃなくていいかも。はあ、嘘。嘘だろ。金縛り、ドラゴンクローで切り刻め、ピッピガチー。いかがだったでしょうか。じゃねえんだよな、本当にしょうもないゲームじゃな。久しぶりに対戦動画でガチ切れしてしまいました。とは言ったものの、まあそれなりに対戦自体はね、楽しめたんじゃないかなと思っているんじゃが、まあ龍舞して殴るのは海竜とギャラドスに任せようかな、なんてちょっとね思ったりしたっていうのもあるんじゃな。リザードンはおとなしくハレパでね、3パワーで大文字だの、オーバーヒートだのね、エアスラッシュだの、ぶんまいてた方が純粋に強そうだなと思いました。ただ可能性はあるんで、はい、リザードンが大好きで、まあ今作ね
どうやって使ったらいいのかなって悩んでる人は、まあ海流とかに比べるとちょっとパワー落ちるけど、まあ十分に龍舞して抜いていく楽しいポケモンではあるので、リザードン育成してみてはいかがでしょうか。ということで、ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。